ルゼは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。ルゼは、ロワール川南岸に位置する。ルゼ中心部は、南都の中心部から3マイル離れている。新石器時代のメンヒルの存在で明らかなように、戦士時代から人が定住していた。ロワール下流は、ケルト系のアンビリアィ族が定住しており、その後ローマ人が、アウグストゥス時代に、 ラティアトゥムを作った。これがルゼの前身である。一世紀、プトレマイオスは、ラティアトゥムは、リモヌムが締結したアンジェ条約によって、ルゼとロアール川南の流域が、ブルターニュ王国に併合された。ルゼとその地域の運命は、九世紀から南都と密接に結びつくようになる。ルゼは、南都市教区に属し、ロアール川南西に、 ブルターニュ港が制定したペイドレズ地方に属した。バンレ戦争においては、農民軍の南都攻撃の拠点となった。戦争で廃墟と化したルゼは、19世紀より再建が始まった。この時期、かつての住民たちが再び、ルゼに戻ってきた。1946年、南都との統合を問う、住民投票が行われたが否決された。 戦後の再建の時代、住宅に対するニーズの増大が都市の大規模な都市化につながった。1963年、モンティドルズにあるかつての城跡に大規模な公営住宅が建設された。ルゼは第二次世界大戦後に都市の拡大を経験するまで長い間反応村の町だった。 かつての村の周りが成長していき、1950年代から1980年代のルゼの都市化は単一性に欠けている。短期間人口は停滞したが、現在は増加に転じている。参照元、陰性、ありがとうございます。